こんにちは、エリです。今日は夢がいっぱい詰まったエリ太郎の趣味部屋をご紹介したいと思います。それではレッツゴー。こちらはこうおなじみの景色ですね。エリ太郎のチューナップスペースでございます。これ実はオーダーメイドで作りました。このバイス台の高さとか、この棚の高さとか、これ実はね、棚高さ変えれるんですけど、でブーツが置けるようにこの棚の幅だとか、でこの幅はワックスがこう置ける幅にしてあります。こういうフックをつけて道具を取り出しやすくしたり、コンセントの位置もここと実は下にもね、コンセント設置してアイロンかけやすいのは下。こういうスクレッパーシャープナーがをつけるから上にも。そしてゴミ箱をこう開けてできるようにここをカットして、ゴミ箱スペースもオーダーメイドで作りました。さらに道具はコンプレッサーからおなじみのアイロン、ブラシ、スクレーパー、ワックス、いろんな道具が揃っております。スキー板はずらーっとこちらに置いてあって、ヘルメットも壁にかけて、さらにちょっと反転するとこっちは新しいゾーンですね。ウェアもかけれるようにしてあります。どうですか？夢膨らみますよね。夢がいっぱい詰まったエリ太郎のスキーコーナーです。さらにこの趣味部屋はなんとエアコン、テレビ完備。暑い夏も寒い冬もここにこもって自分の好きなスキーを磨いたりチューンアップしたりすることができます。では続いては動線の説明です。ここもこだわって駐車場と趣味部屋と家の動線を考えて作りました。今外です。で車から板を下ろしてテクテクっと ここを開けるとじゃん、もう趣味部屋。はい、そしてここでさっとチューナップ手入れができる動線になってます。でチューナップ終わったら、この赤い扉は家に続いております。続いてまだ世に公開していないスペースがございます。それがこちらです。じゃじゃん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 じゃん、太郎の趣味グッズ、釣り道具です。太郎の釣り歴はスキーよりも長い、なんと30年以上ですね。ブラックバスからスタートして、最近では外洋に出てビッグフィッシュ、マグロを狙っております。コツコツね、集めてきたルアーたちですね。何本あるんですかね数えたことないんじゃないですか。こんな大きいルアーからこっちにはちっちゃい、かわいいキラキラしたルアーまでありますね。もうそのちっちゃいルアーはもう飾りですね
今はもうこの辺の僕のお気に入りはこれですね。これこのキラキラシマノから出てるバブルディップ 220F フラッシュブースト。こうやって泳いでる風に動かすんですかね、はい、これで何匹ものマグロをゲットしてます。バブルディップって書いてあります。はい、はい、こんなにルアーがいるんでしょうか。エリはよくわかりませんけど。いりますね。あ、いりますか。はい、上の段はこうリールですね。はい、リールですね。全部同じに見えるんですけど。全部同じです。あ、全部同じ。何が違うんですか。なら1個でいいじゃないですか。大きさが違いますね。サイズ、サイズがスキーもショートターンするときっていうのは短い板ですよね、うん、そうですね。でロングターンするときは長い板履きますね。で、はい、レースするときはまた違う板。あ、確かに。山をスキーするときはまた太い板、うん、はい、そうなんです。そういうことですか。はい、それぞれの用途に合わせてサイズが形が変わってくるということなんですね。だから多分こちらの竿たちもそうなんですね。はい、竿も本当にコツ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 貯めて、ね、最近僕のやってる釣りは竿を注文しても2年ぐらい待たないと入ってこなくて、それがもう一番無敵なやつですね。めちゃ重かった今持ったら。こんなの振るの。めちゃ重って思った今。だってリールのでかさが半端ないもんね。世の中にあるスピニングリールで一番でかいリールです。ほら、私の拳、手こいつですよ。拳。笑っちゃいましたね。はい。こんなのを振りまくるっていうね。そうです。なので、振り抜けないので、うん、たまに、近くのね、イルカ池っていうところに。池にね。キャスティングの練習に行ってきて。ピューンってね、はい。マグロ釣れないけどね。釣れないけど、たまにブラックバスが釣れる。ここが、ちょっと未公開ゾーンですね。はい、なので、こちらが釣りゾーン。はい、そして、これで実は釣りのウェアとかもかかってたりします。はい、スキーのウェアもね。で、こちらが、チューンアップゾーンですね。はい、スキーエイです。そんな趣味のものに囲まれた真ん中にはなんと手作りの机があるんですね。はい、この真ん中のデスクでね、こう好きな雑誌を読みながら釣り、マキタ、はい、技術船。多趣味ですね。そうですね。で、まあゴーグルとかね、こういうのをちょっと拭いて、うん、メンテナンスしたりだとか、小物を、はい、ここでちょっとゆっくりテレビを見たりだとかね、滑りとかチェックできるしね。滑りチェックしたりね、はい、で時にはここでね、まあ、今日はちょっとレッドブルですけど、お酒を飲みながらね、仲間と語ったこともありましたね。はい、最近はあんまりないけど、ね、ないですけど。っていう夢のある、はい、ちょっと全体像こんな感じの、はい、この部屋の大きさは8畳。8畳ですね。もう家と同じなので断熱もしっかりしてる、うん、もう防音もしっかりしてるので、はい、ここで夜どんだけ騒いでても家の方には全然音がしないっていうね。一応窓もありますね。この換気扇もワックスするとあの煙出てきますね。という感じの、はい、エリ太郎の趣味部屋紹介でした。こちらの趣味部屋に興味のある方は、ぜひ小林ホームにご連絡していただければいいかなと。高専スタイル、はい、うちの家を作っていただいた小林ホームですね。もう超おすすめ。マジでかっこいい家が建ちますよ。はい、備考欄に URL 載せておきますので、はい、お家を建てる際は小林ホームに。では今回はエリ太郎の趣味部屋全貌公開でした。こういう部屋がね、一つあると、狭くてもね、あると夢が広がっていいですね。
ぜひ検討してみてください。小林ホームで。では、See you!